皆さんこんにちは。多くの人が何らかの動物を飼っていますが、一体何のためにということを考える人は少ないものです。好きだからでしょうか。いずれにせよ、動物たちは注いだ愛情に対して何倍もの愛情と忠実さを私たちに返してくれます。感動的な物語が中国から届きました。この出来事について語った人物は名前の公表をしていません。ただこの出来事を知った人々が自分の両親に今一度耳を傾け少し考えてほしかったとのことです。この男性はインターネットに次のような内容を投稿しました。ある日、家から仕事に向かっていると通りで美しい白い子犬につまずきました。周囲には誰もおらず、子犬は一人ぼっちでした。しかし私が非常に気になったのは、子犬が誰かを待っているか何か考えているかのように悲しみに包まれた表情をしていることでした。少し迷った後、私は子犬に近づきました。人懐っこい犬でした。子犬を抱き上げ少し撫でてまた話しました。すると子犬は再び井戸の蓋に寝転びました。井戸の蓋が気に入っているのかなと思いました。翌日、同じ場所でその子犬と再会しましたが、まだ悲しそうな顔をしていました。食べ物を買ってやりました。子犬の体は手入れが行き届いていたので、飼い主がいて迎えに来るはずだと思いました。しかし、何日経っても子犬は同じ場所にいました。その子犬を家に連れて帰ろうかという考えが、私の頭に目を下ろしていました。もし明日犬が同じ場所にいたら引き取ろうと考えました。そして同じ井戸の蓋に子犬は横たわっていました。もうためらうことなく、私は子犬を家に連れて行き世話をすることにしました。私はこの子犬が私の家で新しい幸せな生活を送ることができると考えていました。通りを歩き回って危険な目に遭うことはもうないのですから。しかし数日後、私が外に出ようとした時、子犬はドアの隙間から外へ飛び出しました。私は後を追いました。驚いたことに、子犬はあのいつも寝ていた井戸の蓋まで走り、そこで横になりました。子犬はそこから動きたがりませんでした。子犬は何か泣いているような悲しげな音を出しました。私はそこで何が起こっているのか分からず混乱しました。すると年配の女性がやってきて、子犬に向かって大きな声で言いました。まだそこにいたのかい。やっと私は他の人からこの子犬について聞くことができたのです。彼女の話を聞いて、私の心は痛みで締め付けられました。この子犬が母犬と一緒に道路を横断していた時、車が高速で走り抜け母犬を引いたのです。その車は止まることもなくそのまま走り去りました。残念なことに母犬は死んでしまいました。地元の住民が母犬を埋葬しましたが、この子犬は事故現場近くから動かず母犬を待ち続けていたのでした。私はその女性の話を聞いて、ようやくなぜその子犬が毎日その井戸の蓋の上に横たわっているのかを知りました。子犬は母犬が迎えに来ると信じており、母犬の死を理解していませんでした。私は子犬に悲しまないようにと言いました。少しずつでもこの痛みを忘れられるように、私が大事に育てる、幸せにすると約束しました。私は子犬にあの井戸の蓋を決して見せないようにし、決してこの子犬を手放さないと決めています。まだまだ新しい生活には慣れつつあるところです。しかし時間が経てば全てうまくいくと考えています。世界中の全ての人々に、動物たちも私たちと同様に痛みを感じるということを知ってほしいものですと男は結んでいます。私たち人類は地球上で最も賢い生き物ですが、同時に最も不公平な生き物です。多くの人々は愛らしい品種を選んでペットを購入します。しかし動物は購入するのではなく、保護施設から譲り受けることも可能です。施設で暮らす動物たちは非常に困難な状況に置かれていますが、私たちと全く同じように温かさと愛を必要としています。この物語がお気に召したなら、ぜひシェアをしていいねを押してください。ではまた次回お会いしましょう。